物、お買い物、今日は楽しいバーゲンセール。最初は魔法デパートでお化粧品のセールでしょ。で、その後がブティック水晶堂の夏物セールね。さあ、早く行かなくちゃ。ご苦労様です。着地が下手ですわね。なんなのよ、あんたが魔法でコントロールしたくせに。まあまあ、今日は私仕事で遅くなります。子供たちの晩御飯よろしくお願いします。あんたが遅くなるからって、なんで私があの子らに夕ご飯を作ってあげなきゃなんないのよ。シーネちゃんは別として。あははは、笑ってごまかすな。こら、私のバーゲンはどうして。今日はドロシーちゃんが夕ご飯を作ってくれるんでしょ。ご師匠様の料理はなかなかのものなんですよ。早く食いたいぞ。あら、かわいいとこあるじゃないこの子たち。カレーでいっか、楽だし。わーい、カレーは楽だ。あのね、トロシーちゃん、お菓子買ってもいい？一人一個ずつよ。うわーい、ほらほら、触ったら元の場所に戻す。あ、落としちゃダメでしょ。ほらほら、広がって歩くんじゃないわよ。他の人の邪魔になるでしょ。あ、お菓子を開けるのは家に帰ってからよ。母ちゃんみたいだ。あの石でお母さん意外と年食ってるためね。母ちゃん、母ちゃん。誰が母ちゃんだ。こんな大きい子がいる年じゃないわよ。キキヤ、おう、どこのクソガキだ。急に飛び出しやがって。車がへこんじまっただろうが。おやめなさい。あなたたち、車なんてどうだっていいでしょ。それよりも早く病院に連れて行ってあげなさい。わあ、お師匠様にそっくり。金髪のドロシーちゃん。お師匠様、大丈夫？僕、どこか痛いのね。どこ、どこなの？あそこ、俺のチョコが潰れた。リアは完全に無傷ですから、ほっといていいです。本当？ドロシー、もう一個チョコ買ってくれ。こっち来ないでよ。ドロシー、かくれんぼなら後でしようよ。わわわ、まあ、お姉さま、見つかった。お姉さま、お姉さま、人違いよ。髪の色を変えたって私のお姉さまですもの。見間違えるわけないわ。子供の頃、家のお金を持ち出して家出したドロシーお姉さまよね。世界一の魔法使いになるって大口叩いて出てたくせに、未だに果たせずにいるドロシーお姉さまよね。シーネちゃん、ドロシーちゃんに妹なんていたの？僕も初耳ですよ、そんなの。私から愛するセラピーを奪ったドロシーお姉さまだわ。チョコ買ってくれ。私のせいじゃないわよ。あいつが勝手に追っかけてきたんだから。悔しい。子供の時の話じゃない。今私のことをバカにしまくってんだから。ってことは今もセラディのそばにいるってことね。しまった、余計なこと言ったかも。そりゃバカにするわよ。なーに、その軽薄で少女趣味のピンクの髪は。なーに、その安物のイヤリングとドレスは。貧乏女になり下がったわね。お師匠様、ドロシーちゃんがいじめられてる。チョコレート。お師匠様をいじめるのはやめてください。やめてよ。ドロシーは貧乏なんかじゃないぞ。あんたたち、ちゃんとお菓子だって買ってもらえるんです。僕なんかイチゴ味と風船ガムですよ。私はおまけ付きのキャラメル。俺はチョコ。かわいそうに、そんな安物のお菓子で騙されているのね。え、うちに遊びに来なさい。高級なケーキをたくさん食べさせてあげますわ。ケーキたくさんか。私たちこれからお
口でドロシーちゃんの作った美味しいカレーを食べるんだもん。そうです、誘惑に乗るところでした。今日は子供の大好物カレーです。あと福神漬けとらっきょうも買ったわ。2回おかわりしても怒られないんだぞ。あんたたち来なさい、一流シェフの高級ディナーを食べさせてあげますわ。お姉様もいらしたら、うちに帰るの久しぶりでしょ。ドロシーちゃん早くおいでよ。ふん、今さら帰れるわけないでしょ。大丈夫よ、父様も母様も旅行中でいませんわ。お帰りなさいませ。できているの？最近急なお客様が多いから食事の支度はいつも多めにしてあるの。おいしいです。おいしい。あいつ絶対なんか企んでるわ。いいこと、これが標的の魔女ドロシーですわ。この女をコテンパンにやっつけてほしいんですの。一緒にいる子供たちもコテンパンにやっつけるんですね。いいえ、あの子たちは私がドロシーに変装してセラビーの家に連れて帰るわ。お姉様を閉じ込めておけばバレることはないはずですわ。そうすればお嬢様はいつでもセラビーの隣にいられるわけやんな。幸せはもうすぐ私のもの。魔法使い部隊出動。見てなさいドロシー、セラビーを取られた恨みとくと晴らさせていただくわ。美味しかったですね。もう最高の最高。お腹ポンポンだ。ドリスさんって優しくて美人ですね。美人美人。美人なもんですか。ドリスって実はね。皆さんお食事終わりました。はーい。じゃあしばらく下のお部屋で遊んでてもらえるかしら。お姉様の遊び相手はこの方たちですわよ。どうせこんなことだろうと思ってたわ。さあまとめてかかってらっしゃい。わしの楽しみ奪うんやない。この程度の魔女は私一人で十分ですよ。生意気なやつ。こら出しなさいよ、こんな鉄格子なんて。無駄だ無駄だ、この牢は魔法使い専用に設計されてるんや。なんですって。ま、そこでおとなしくしとるんやんな。あ、こらシーネちゃんたちに手出したら許せないわよ。ねは。むーバカ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 。ねえドロシーちゃんどこ行ったのかな。っていうより、僕たちがここへ放り込まれたような。大丈夫だよ。あいつ見た目よりしっかりしてるって。そうね。やっほー。あ、お師匠様。どこ行ってたのドロシーちゃん。あんまり久しぶりだから、ついドリスと話し込んじゃって。そろそろ帰りましょう。セラビーが待っているわ。私もう少し遊んでいきたい。そうだわ、セラビーにお土産を買っていってあげましょうよ。お師匠様が。セラビー先生に。お師匠様、熱でもあるんじゃないですか。変よドロ
しーちゃん。セラビー先生のことすごく嫌ってたのにね。本当ですよ。全面撤回。もっと遊んでいきましょう。セラビーのやつめ、うちでイライラと待ってるがいいわ。でも帰ろうかな。セラビー先生と心配してる。そうですね。それにチャチャさんも僕も9時の就寝時間が。チビのお子様が寝る時間じゃない。もっと夜更かししなさいよ。セラビーの言うことなんか聞くことないわよ。仲が悪くても変なところだけはセラビー先生と意見が合うのに。変よドロシーちゃん。久しぶりに家に帰ったんで今日の私はどうかしてるわ。さあ行きましょう。リア帰ろう。うん。あれ、ドリスのピンクの頭にしたのか。ドリスちゃん、お師匠様じゃないんですか。何言ってんの。私がドロシーでしょ。俺匂いでわかるんだぞ。僕たちを騙す気だったんですね。本物のドロシーちゃんはどこ。バレちゃしょうがないわね。ドロシーお姉さまに化けてセラビーに近づこうと思ったけど、あんたたちを何とかしなきゃいけないようね。私がドロシーお姉さまと入れ替わったのを黙っててくれたらいつでも美味しいもの食べられるわよ。あ、いや俺はいいんだけど。私お姉さまより優しくってよ。そうそう、私がお姉さまと入れ替わったら毎日セラビーとあなたにお食事作ってあげに行くわ。お掃除もお洗濯も。なんでなんで。なんだかわかんねえけど俺は食い物なんかで釣られねえぞ。お師匠様はお師匠様一人です。そうよそうよ、お食事だってお掃除だってお洗濯だってみんなセラビー先生の趣味なんだから。あんた何もしないの。私もちょっと。そうなったら大金持ちにしかできないリッチな技で言うことを聞かせるしかないようですわね。リッチな技って何。いくわよ、ビッグゴールドアタック。何これ。金塊ですわよ。すごいでしょ、驚いたでしょ、リッチでしょ。これみんなあげるからおとなしく私の言うことを聞くのよ。こんなのいらないもん。僕もいりません。硬くて食わねえよ。じゃあこれはどう。大粒ダイヤモンドアタック。すごいでしょ、キラキラ光って綺麗でしょ。リアの目玉の方が綺麗よ。ならば最後の手段、これならいくらあんたたちでも価値がわかるはず。現場ですわよ。これなら誰だって。え？なあ、この髪両方に模様があって絵描けねえぞ。ねえ、クレヨンは？鶴が折りづらいです。なんで？わからない。お前汗びっしょりだぞ。あんまり行き詰まる戦いだったんで。お金だ。あなたたちにこれを進呈しますわ。ただし私の言うことを聞けば、お姉様はこんなにお小遣いくれたかしら。これだけあればあなたの好きなもの何でも買えますわ。でも私ドロシーちゃん嫌いじゃないし。俺も意地悪だけど憎めないしな。僕には大切なお師匠様です。そこの小銭を片付けなさい。うわ、泣くな。バカな子供たち、いくら待ってもお姉様は来やしませんわ。おとなしく私の味方になりなさい。残念だったわね。私ならピンピンしているわ。お姉様、どうやってあの廊下ら。あんなところから抜け出すぐらい簡単よ。でお姉様を捕まえるのよ。妙に自信たっぷりな態度が気になる。何がようわからんから、ひとまず隠れとこう。中は引っ込んでいなさい。
私ドロシーじゃないぞ。え？その通り。これはちょっとした遊びの仮の姿。なんですって？ある時は通りすがりの意地悪魔女ドロシーちゃん、そしてある時は子守のサンタ風雇われ魔法使い。しかしてその実態は世界一の大魔法使いセラビーです。ちなみに私も一緒ですわ。先生どうして？いやお金を稼ごうと思って雇われ魔法使いの仕事をしていたんですよ。何しろここはギャラがいいんですのよ。へえ。ああセラビーや、やばいやばい。セラビー来てくださるならわざわざ変装することないのに。君に素顔で顔を合わせたくなかったんです。ひどいひどいわセラビー。正体がバレたからには長いは無用です。ああ待って、美人でスタイルが良くて気立てが良くてお金持ちの私のどこが気に入らないの？もうどこにも行かない。誰よりもあなたを愛しているのよ。近寄るな！ゲッ、女を殴った。セラビー先生はあんなことしないわ。わかりました、きっとあいつも偽物ですよ。お前は何者だ？何をバカなことを言ってるんですよ。あらやだ、カズラが。私はオカマは嫌いです。おオカマじゃん。待って、行かないで。絶対に待ってろよ。帰ろうぜ。お前らを倒せば宗月様どころか大魔王様にも褒められるって。リア、こんなロープ引きちぎれ。こんなもん、なんだこのロープ切れねえぞ。魔法をかけた強化ロープや簡単には切れへんで。ああ、髪は女の命なの。ひどい。あーと絵のマークが。次は丸坊主やで。うわー、丸坊主やだ。せめてボブカフェリーショートにして。俺はスポーツガリがいい。僕はパーマでいいです。あかん、丸坊主や。ロープ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 、ガラガラヘビになれ。おもちゃのガラガラやないか。チャチャさん、すごい。え、へん。本当にガラガラヘビじゃなくてよかったぜ。俺の戦いしたで。バトルとこやーさーん。くらえ、ハイパーバイカー。絨毯ゴム狩りだ。また来た。でも面白い。しばかりに。バカにするな。押しておるボンバするないろ。
と言わずに乗せろよケチ。誰か誰か。キズ合格員は渡さないわよ。みんなで力を合わせて守る。